番号43の大月周平です。そうですね、まあ試合を山口とした時に楽しそうなサッカーをしてるなっていうのが印象にあって、で、まあ、それで、まあ、渡辺監督からこう直接オファーいただいたっていうところもあって、まあ、決断しました。チームの練習にここまで参加して感じていることなどはどうでしょうか？そうですね、本当に練習での強度も高いですし、やりがいのあるサッカーというか、こうやっていこうとするサッカーがすごく楽しいので、うん、僕も学ぶことが多いですし、すごく今充実している日々を送っています。知っていた選手など、チームメイトについていかがでしょうか？そうですね、まあ、神戸の時に渡辺選手と一緒にやらせてもらってて、まあ、神戸の時から仲良かったので、まあ、今でもすごくご飯にも行ったりしてるので、すごくよくしてもらってます。もう一回やり直しお願いします。やめてください、シェイさんお願いします。公開練習の時にサポーターの方が、質問をいくつかいただいているので、それに回答してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。たくさんの質問ありがとうございます。それでは、はい、答えてもらいたいと思います。はい、お願いします。例のオファーの印象はどんな感じですか？そうですね、まあ、若い選手が多くて、すごくこう活気もありますし、練習中、あとはもう練習の強度が高いので、すごくこう僕はすごく楽しいですし、これは後半戦上位いけるなっていう印象です。それでは2個目でいいですか？はい、お願いします。はい、いきます。ニックネームまさえさん、質問、プライベートな場所で見かけたとき、お声をかけても大丈夫ですか？食事は外食ですか、自宅ですか？お声は全然かけていただいて大丈夫です。嬉しい限りです。で、食事は外食ですか、自宅ですかに関しては、自宅が多いですね。はい、もう一つ行ってみましょう。はい、ニックネーム山形時代の大月選手めっちゃ見てました。3、質問、レノファで初ゴールをした時のゴールパフォーマンスを考えていますか？まだだったら今決めてください。ごめん、今決めてそうですね、僕は、まあ、ゴールパフォーマンスに関してはいつも、取った瞬間にめちゃくちゃ嬉しいんで、いつももう思いっきりのガッツポーズしかしたことないんですけど、まあ、それは、まあ、ずっとやりつつ、あとはもう僕ベンチに行くんですけど、こうみんなでこう喜びを分かち合いたいっていうのが強くて、まあ、それはずっとやってるんですけど、まあ、それは引き続きこれの派でゴールを取ったときはやっていこうかなと思ってます。はい、ちなみに、はい、山形時代に、はいはい、一陣でゴールをやってるような気がするんですが、その時のことは覚えてたりしますか？そうですね、一応まあゴールシーンに関しては全部覚えてるのでしっかり覚えてます。山口レノファで一陣でゴールをたくさん決めて、はい、はい、はい、お願いします。はい、頑張ります。じゃあ最後、はい、でしょうか。はい、はい、一つ、はい、いいですか、はい、ニックネームいくこ1953、質問、山口で楽しみにしていることは何ですか？何が食べたいですか？山口で楽しみにしていることですか？そうですね、山口、僕家族がいるので、やっぱなんかいろんなところ観光が意外とあるっていうのが印象があるので、まあ、山形もそうやったんですけど、山口もちょっと似てるイメージがあるので、そういったところはこうちょっとこう皆さんにちょっと観光名所を聞きつつ、なんかこう回ってみたいなっていうふうには思ってます。あとは何が食べたい、何がうまいんでしたっけ？
そうですよね。いや僕そばも好きなんで食べたいですね。まあ家族もそういうそばとかは好きなので、そういうのはぜひ行ってみたいと思います。おすすめのじゃあものがあればぜひコメント欄でお願いするということで、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、これから後半戦に向けての興味をお願いします。はい、途中からではあるんですけど、すごくこう魅力あるサッカーをしているチームだと思っているので、このサッカーをしっかり浸透して、必ず上位に行けるようにします。ぜひ皆さんも後押ししていただいて、スタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、 OK ですか？ OK です。ありがとうございます。